逃げ。付き合えよ。助けて。やめろ。今すぐこの町を出て行け。生意気な。やっちまえ。うひひ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 。おい、起きろ、遅刻するぞ。でね、ジャイアンとスネ夫が悪者でさ、僕が颯爽と現れて二人をやっつけて、しずかちゃんも助けるんだ。いや、かっこよかったな。のび太のくせに。そんな夢見るなんて生意気だ。夢を見たくらいで、うん、あんまりだ。よし、やり返してやれ。今夜、夢の中で。夢の中で？夢の中で仕返しってどんな夢を見ればいいのかな。勝手な夢見たらまた文句言われるし。やめてぜーきゃん。夢はしご。こっちが僕の夢、そっちが君の夢。キュッと。これで人の夢に自由に出入りできる。自分の夢の中では何でも思い通りにできる。何でも？お願いだないと思いたかも。本当だ。やめてくれ。ジャイアンたちを君の夢に誘い込むんだ。そして思いっきりギャフンと言わせてやれ。それじゃあ夕べと同じだよ。また勝手な夢を見たって文句言われるよ。勝手な夢じゃない。相手も同じ夢を見るんだから。なんだかよくわからないけどやってみよう。頑張れ。あ、ピンクの綺麗な夢。しずかちゃんの夢だ。夢の中でもお風呂か。のび太さんのエッチ。うわ、道草はよそ。へえ、みんないろんな夢を見てるんだな。瞳ほどじゃないさ。君の瞳に乾杯。あれがスネ夫。本当に綺麗ね。そんなに気に入った？じゃあ買ってあげよう。おい、のび太。はいはい、ご主人様。うわ、僕じゃないか。金はいくらかかってもいいから、あの月を買ってこい。はいはい、ご主人様。こら、スネ夫になんかペコペコするな。人の夢に口出ししないでほしいな。文句があるならこっちへ来い。イエーイイエーイ。くっ、のび太のくせに生意気だ。あれ、君は宇宙怪人スネールだ。けっ、宝だし。これからジャイアンも入れて宇宙戦争をやろう。もちろん勝つのは僕。けっ、発進。はい、以上。ぶーっとバース、デンジャラス。俺ジャイアン。下手くそな歌はやめろ。なんだと。イエーイ、悔しかったらここまでおいで。ひー、この野郎。え、なんだって。ひどくうなされてる。どうした、起きろ。おい、のび太くん、起きろってば。ひょっとして僕も夢を見て探しに行く。
のび太くんの夢が空っぽだ。届いた。のび太くんどこへ？何よ、面白い。おい、ジャイアンがポケットから何か出すなんてそんなのありか。俺の夢だ。何しようが俺の勝手だ。それ右ドラえもん、なんとかしないと。そうだ、これこれ、逃げないと潰しちゃうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。何それ、食べたらお風呂場掃除お願いね。